ことは大丈夫なんですかな、うん、一応ね、もし音がダメだったらあれなんだけども、さっきみんなこの中で踊っている中で極めて注目をしている男の子がいました。はい、彼は高木くんという今日も来てくれました。彼は昨年、一昨年からのジャパンサルチャコングレスで選ばれて、ロサンゼルスのコングレスの夜の部に出場して、世界中から注目を受けた四国高松のロスバリエンテスキッズのメインメンバーです。そして、昨日、一昨日、高松でサルチャコングレスがありました。ロスバリエンテスキッズは7歳から11歳、小学生のグループです。そのグループがやはり12人、今回はロサンゼルスに行けないということで、まあ、いろんな12人もいるし、お金の環境とか経済とかいろいろあります。それで出られないということで、どうしても僕は出たいんですということで、ぜひともその出るためにはオーディションを通過しなければいけない。本来ならばジャパンサルチャコングレスが出場して、そこでのオーディションが必要なので、ぜひともやってくれないかということで、あれはジャーニーでやろうじゃないかということで、彼は出場してロサンゼルスのペアとして、ロサンゼルスのコンベンスに参加します。その高木くんの自己紹介します。はい、高木、はい、高木、はい、11歳の小学生ですよ。どうですか。はい、どうぞ。はい、高木くんです。そしてね、じゃあね、彼はまだね、やっぱり言葉でね、いろいろお話をするよりも、ね、今日誰と踊ろうかなということで、僕は適当に名古屋でも有名な、はい、小牧お姉さんに今日踊ってもらおうかということで、はい、はい、じゃあ小牧と一緒に、はい、挨拶がてら、はい、踊ってもらいましょう。はい、小牧、高木、それでは一緒に、はい、ではいいですね。はい、じゃあ DJ ロドリゴお願いいたします。今日はね、高松とかでパンサラサコンベンスで踊ってるんだけれども、名古屋で踊るの初めてだから、ちょっとじゃあパンツだけ先に行っちゃおう。はい、じゃあ、はい、僕の名前は誰々です。よろしくお願いします。どうぞどうぞ、名古屋でも本当に新しい動画を見せて実際でください。 OK、 高木